これを見ながらですね、その問題点を書くということになりますか。これはでそれぞれね、平成16年ですけど、目標を立てましょうとですね、子どもたちに目標を立ててもらえる先生だとか職員も目標を立てようということですね。でね、朝日学びプランも朝日なんで朝日学びプラン、これ語呂合わせね、朝日明るく輝く光り輝く人ですね、いうことで作ったんですけど、これね、パワーポイントで作って、これは何枚かあるんですけど、今日はその一部だけお見せしますが、これをね、保護者だとか、教員はもちろん、それから次回、それから教育委員会の職員とか、そういった人たちに、ね、説明しました。こういうことで、やりたいですということですね。狙うのは何か作りたいです。自立した。クールヘッドバットウォームハットって書いてあるんですけど、クールヘッドバットウォームハットって書いてあるんですけど、冷静な頭脳と温かい心ということですね。まあ、頭脳って言っても別に勉強ができるというだけじゃなくて、何か絵が描くのがうまいとかね、何か得意なのとか、何でもいいから自分の得意なものもそうです、ね、でそれだけじゃなくて、やっぱり温かい、この両方です。実はこれね、経済学の私が米国の経済学の教科書に書いてあるんですね、有名な経済学者が言ってるんですね。経済学を志すものはクールヘッドバットウォームハート、冷静な頭脳と温かい心を持たなきゃいけないです。それは経済学をやる人だけじゃないんですね。すべての当てはまるんですね。ただし仕事ができればいいだけじゃなくて、ね、まあ彼女人がいいだけじゃなくて、ね、両方バランスよく育てる、ね、こういうのを求めて、ちょっとかっこいいんですけど、教育委員会、学びの旅人を信頼できる旅芸なんですね。学びの旅人というと、まあ、人間は将来学ぶということですね、はい、で教育委員会は壊れたいということです。で、全部で大きく分けて5つあるんですけれども、まあ、これ5つ説明する、1つ時間があれなんで、まずは開かれた教育システムと書いてあります。まずね、学校でもそうなんですけど、問題が起きる、特に、ね、学校なんですけど、そうです、教育みたいにそうなんです。これでも問題あるから、隠そう隠そうって言ってる。それダメだよ。問題あったら、それはそれで、素直にこうですよ。オープンしない。特に、教育なんかはね、学級オープンなんですね、先生がもう本当に王様のような感じになってね。それからオープンしない。これがやっぱり問題です。でね、私の尊敬する当時、ある校長から教育事務所の人になってて、これ、とにかくね、教育を変えていくには開かれたシステムにしなきゃいけないということで、言ってたんですけど、こういうふうに、ある学科のですね、文章がこういうふうに、およそ世の中で自分の仕事を隠したがるのは、泥棒と教師というね、まあ、そういうある本の中で自分をね、紹介して、そういうことを言われました。で、まさにそうなんですね。だからやっぱり学校も含めて、こう、信頼されるためには、いかに情報公開をしていくかって、これが伝わるということですね。で、まあ、二つ目は先ほども言いました、コミュニケーションを高めるための方法ですね。で、三つ目が、まあ、高度情報化、IT なんかを使ってね、それからデータですね。教育というのはね、みんなそれぞれ教育を持ってるんですよ。だって、みんな必ず昔、生徒、児童だった。だから教育のみんなも教育以外、教育の教育でもね、その議論というのはさっきも言ったように、なんかね、こう自分の思い込みだとか、そういうのをもっとね、データできっちり見て、で、数字を示してやる、ね、それを含め、基礎学力の高度、数学文化によるマッチングですね、まあ、あれですよ、例えば基礎学力の向上でやるのは、関東オリンピック委員会であるんですけど、これ、金融賞という数学のノーベル賞という、ピーター・オカンプというね、その人ですけど、その人ですね。で、ピーター・オカンプ公園に入りましたよ。それからさっきの池田小学校の先生なんかに来てます。まあ、これも移動とつながりがあって来てますね。そんなふうなことをやったりしました。で、あとね、一つだけちょっと紹介しておきたいのが、こういうのもやりましたよ。例えば、安全運転をね、してくださいと手紙に小学校に書いてもらって、それをね、父親宛に書くわ。授業する感じで、まあ、警察とタイアップしたりして、ね、家で、ね、まあ、親に直接言うように子供に書いて、それでお父さん、ね、さっきのじゃない、今日も行って移動しじゃないけど、帰ってきてよ、終点ダメだよみたいな、子供たちが書いて、でそれを父親に書いて、そこでね、そういう交通安全について家で会話する、そういったこともやったり、まあ、実はこの下にですね、具体的な政策とかもあったんですけど、今日はこれは一緒です。
で、いずれにしてもですね、まあ、三位一体の教育改革、家庭と学校、教育機関、なんでもかんでも学校の先生はいけません。やっぱり教育の基本は家庭なんです。ということですね。だから、家庭がね、やっぱり教育の基本になっているわけだから、最近はですね、まあ、モンスターフェアレンスとかね、最近はヘリコプターフェアレンスって言ってますけど、ヘリコプターがバーッと降りたんです。私も大学に勤めていたからね、何人かクレーム来ると、もう部下は対応できないし、私は対応しましたけども、はっきり言うんですよ。うち授業料かかってんでしょってね。授業料に見合った授業料やれとかね。いわゆる全くその通りです。で、ね、昔はね、大学の授業なんか、休校になると私のところ、バチ早いと思ってます。今違うんですよ。自分の授業料、大体私立大学だと年間100万ぐらい払うんですよね。で、授業回数、割り返すとね、この授業を1コマ3000円だからね。3000円返すとかね。もうこうやると必ず行ってきますよね。そういう時代に今なっている。でも、やっぱりね、家庭と、それから地域、そして教育委員会、学校、これね、一体となってやっぱりやっていかなきゃいけない。ね。それからですね、まあ、改革は現場から経営管理のこと、まあ、今と同じようなことですけども、こういうね、役割、こういうふうにしてやりますっていうことね、これ私、さっきも言ったように、PTAA でも親にも、教員にも、職員にも、みんなにね、こういう形でやりますので、という形で、話をしました。で、いろんなね、注目を受けてですね、そういう改革をやってきたというような話です。それから、はい、最後にということですね、変えるではなく変わることですというふうに書いてあります。これはウェストミンスター寺院の地下大聖堂にある英国国教会大主教の墓に刻まれた言葉から書かれています。このね、英国国教会大主教というのは、まあ、日本で言えば、坊さんの一番偉い人ですよ。天台座とかなんか、わかりますよね。そういう人です。で、この人がね、死ぬときにね、しまったって言ったんです。この人は若い頃ね、私は世界を変えてやるぞと思ったんです。ね。で、ところがだんだん世界変えられない。いや、国を変えてやるぞと思ったんです。国は変えられない。で、じゃあ、教会変えてやるぞと思って、変えられない。で、死ぬときに気づいたらしいです。順番間違えた。まず、ね、国を変えるとか、世界を変えるの前に、自分から変わること。自分が変われば、教会も変わるだろう。教会が変わればね、だって教会の一番の偉い人になった人だからね、国も変わる。国が変われば、当時大英帝国とかね、だから、世界も変えられる。しまった、順番逆だった。だから、やっぱりね、子供たちを育てていく上において、子供たちの教育に置いてね、やっぱりまず自分がどうか、そのことがさ、それが周りを変えていく、子供たちを変えていく、子供から何かしろっていうんじゃない、自分から変えていくっていうのが必要、いうようなことですね。あ、もう一つ。これも私、そのままで髪の毛が先ね。これも はい、説明してるんです。はい、可愛いです。で、私のメールアドレスですので、もしご意見とか何かありますか、いつでもメールを送っていただければですね、ぜひ、市役所で私のパソコンでこれ、します。ということで。Oh, my goodness.